これからフランスのフリーウォーキングツアーなんですけれども、ラテンクォーターのセントミシェルの噴水の前からの出発です。オルセー美術館です。フランスのパリにある三大美術館の一つです。ルーブルが一番大きいんですけど、多分2番目か3番目が大きいです。この5階には有名な印象派の絵がたくさんずらりと並んでいるので、5階に行って見たら大体満足すると思います。モネとかマネとかルノワールとかゴッホとかたくさん絵があります。私はモネのファンなんですけども、こんなにモネの絵を一度に見たのは初めてです。はい、ぜひおすすめの美術館です。このオルセー美術館の前、通り挟んだこっちが、今左に見えるのがセーヌ川です。そしてセーヌ川の向こうに見える後ろのような建物がルーブル美術館です。ここオルセイ美術館にはルイ・ヴィトンのポスターがドカッとこう貼ってあります。あれがオルセイ美術館です。なかなかでかいです。前に橋が見えるんですけれども、この向こうの向こうの橋、恋の橋とも愛の橋とも呼ばれているようで、橋のところに立っているライトにたくさん火をロックするやつ、それで、どうしてそうなったかというと、昔セックス・アンド・シティというドラマの最後のシーンで、キャリー の相手のビッグさんが、あ、その橋でプロポーズをしたということで、そこでなんかその鍵をかけて、その鍵を川に投げて、そのキーは木にこうロックしておくと恋もロックされて永遠に続くみたいなお話があって有名になったそうです。前に見えるのは凱旋門なんですけれども、あの有名な凱旋門じゃなくて、これはルーブル公園に続く凱旋門で、一応同じ名前ついてます。なんか昔そうかなんか戦いで勝った時にこの門をくぐって勝利したことをご証明したらしいです。この門からずっとまっすぐあのピラミッドとルーブル美術館のなんかドームみたいのが綺麗に見えるそうです。直線にどうでしょうか。門から一回りルーブル美術館の外観です。とても広いです。そしてなんとルーブル美術館は先ほどのオセロ美術館のルイ・ヴィトンに対して、こちらはブルガリのポスターがでかいのが貼ってあります。このルーブル美術館なんですけれども、なんか何万という作品が展示されていて、全部見るにはなんか1週間ぐらいかかるそうです。ここはパレロイヤルの中の中庭です。なんと結婚式の写真を撮っています。すごい素敵なところで写真撮ってます。パレロイヤルの廊下みたいなところを歩いてるんですけど、今日は日曜日なので左側にあるお店が全部閉まってます。残念。右側には公園になります。抜けてみましょう。パリの公園で気づいたことなんですけど、他の国と違う、噴水の周りにはいつもああいうなんか公園に持ち運びというか移動できる椅子が置いてあるようで、みんな噴水の周りにああやって椅子に座ってくつろいでる人が多いです。入りました。日向ぼっこしてる人がたくさんいます。ほら、チュリーリー公園の中の噴水の周りにも
人が椅子を持ってって座って日向ぼっこしてます。公園の中にはちょっとしたカフェもあります。あっち側にもある。そして前にまた噴水があり、周りに人が座っています。そして向こうに見える塔みたいなところがコンコルド広場になると思います。見てください。あそこでウォーターボトルに水が汲めるようになっています。パリにはこういうところがたくさんあって、なんと炭酸水も出てくるのがあります。全部無料です。それからパリのこういう公園の特に噴水の周りにはなんか彫刻の像がこう飾ってあるんですけれども、なんと有名な人の芸術家の作品です。みんな綺麗に保ってて偉いです。ルーブル美術館を背に公園を出たところにコンコルド広場があります。ここは昔ルイ15世の騎馬像を飾るために作られたらしいんですけれども、それはやめにして色陳台が作られたそうです。そして色陳台ではあの有名なマリー・アントワネットさんも死刑になったそうです。約1119人の人がここにあったギロチン台で処刑されたそうです。そして目の前に見えるオペリスクがエジプトから送られたものだそうです。そしてぐるっと向こうに見えるのがエッフェル塔です。さっきタンゴでしたけど今度はヒップホップやってます。オペリスクを背にずっと見て、あっちに見えるのがなんとあれが本物の凱旋門です。で、凱旋門までの道が有名なシャンゼリゼ通りです。これから歩きます。シャンゼリゼ通りはクレープ屋さんとジェラートアイスクリーム屋さんが結構あります。私もここで試してみようと思います。マロンクレープを頼んでみました。見えない、こんな感じです。なんかマロンのなんかジャムみたいなペーストみたいのを塗ってました。これで4ユーロです。ここからが有名な高級ショップがあるシャンゼリゼ通りみたいです。シャンゼリゼと書いてあります。パリのマクドナルドにはなんとこんな野外の予約席もあってマカロンも売ってます。今凱旋門の前にいます。凱旋門は車立ち入り禁止になってます。ちゃんと警備の人もいる。で、この凱旋門の上に登るには地下に行ってチケットを購入しなければなりません。この凱旋門は高さ50メートル、幅45メートルだそうです。ナポレオンが一番大きい門を作れと命じたそうなんですけど、作るのに30年ぐらいかかったらしく、ナポレオンが亡くなった後にできたそうです。で、ナポレオンの死体がここの門をくぐったそうです。凱旋門の上まで行くチケットは13ドルでした。今から来ますが。ちょっと並んでます。あそこで式典みたいにしてます。凱旋門の門をくぐるところで。でも一般の人は立ち入り禁止っぽいです。まあ凱旋門の上に行くために登ってますが、こういう狭い階段です。しかも私と今泊まってるアパートみたいです。凱旋門の上に行くまでにお土産屋さんがあります。真正面に見える建物がルーブル美術館で、ずっとこのシャンゼリゼ通りを歩いてきました。ここまで。
ここが有名なポンピドゥセンターです。ここのこのポンピドゥセンターは1階から3階が公共の図書館になってて、その上が国立近代美術館、そしてその上がレストランで屋上になってます。近代美術館に入ると屋上にもアクセスできるようです。丸いチューブみたいになってるのは階段です。そして人には人が並んでます。今ボージュ広場に行くためにポンピドゥセンターから歩いているんですけど、この通り結構面白いです。ここがボージュ広場です。そんなに大きい広場ではないんですけども、周り赤レンガの建物に囲まれているのが有名だそうで、一応フランスでは最も綺麗な広場と呼ばれているそうです。これはルイ13世の像です。ここから見た方が赤いレンガの建物に囲まれているというのがよくわかります。今一周しますが、本当に四方囲まれています。ほら、今度はこの四方に囲まれていた赤いレンガの建物の1階がこう歩けるようになってるので、歩いていきたいと思います。ここはなんかアートギャラリーになってるみたいです。赤レンガの一角、こうやって入れるようになってて、ビクター・フーゴっていう人のなんかマンションだそうです。ここからフランス革命の始まりともなったバスティーユ広場に行きたいと思います。前に見えるのがバスティーユ広場の記念柱です。前に見えるこのバスティーユ広場は1789年7月14日にフランスの市民たちがここにあった牢獄を襲撃したことから始まって、フランス革命につながりました。今向こうからこの川を渡って小さい島に入りました。ここ島に入って街の中に歩いていきたいと思う。これもしかしたらエレクトリックカーチャージしてるんでしょうか。すごいフランス進んでます。パンテオンに来ました。この地下室にはフランスのなんか有名な思想家のルソーとか科学者のキュリー夫人のお墓があるそうです。ここから左側の道、向こうから歩いてきたんですけど、あの左側にはベンチがたくさんあります。リュクセンブール公園に来ました。なんか音楽やってるみたいです。そっちに行ってみましょう。フリー野外音楽してます。公園の北側にある目の前に見えるのがルクセンブール宮殿だったんですけれども、今は城院として使われているそうです。この公園は約25ヘクタールもあるそうで、いろんな人の彫刻もあります。噴水に魚います。そして何やらみんなボートで遊んでるけど、あそこには日本の旗のボートがあります。あ、すごいすごい、ほら、この公園右側にはテニスコートがあります。そしてこの道を挟んで向こうにはバスケットボールコートがあります。それからパリの公園に行ってて気づいたんですけど、人が通るところの横に大きい木がたくさん茂っていて、その下にベンチがあって休めるようになってます。ちゃんと日陰で
なんか雨宿りもできそうです。公園にルクセンバーグ美術館もあります。あ、ルクセンバーグ公園からサンシュルピス教会に向かっています。今から行く教会は奥行き120メートルとすごい大きい教会らしいです。サンシュルピス教会に来ました。大きくてカメラに入りきりません。高さは57メートルだそうです。この教会はなんて100年もかけて作られたそうです。これ中に入って右側には有名な人のフレスコ画があるそうです。なのに中に入っていって教会の前で飲みの市みたいのしてます。ジェルマン・デプレ教会の前に来ました。起源は6世紀にも遡るそうで、パリではあまりないロマネスク様式の教会です。この教会の真ん前にはなんとルイ・ヴィトンのお店があります。赤のジュラ・クロスの家、記念館みたいなところまでの道がちょうど古い街並みでいいと書いてあったのでちょっと歩いてみます。大通り売りは静かです。パン屋さんで買ったフランです。なんかプリンのケーキ版みたいのです。これで2ドル50ユーロでした。すごいでかいです。